全日空では貨物への傷や荷崩れを防ぐため、運搬の際多くのプラスチックフィルムを使い梱包しています。運搬後のプラスチックフィルムはそのまま廃棄されていて、その量は中部国際空港だけで年間およそ20トンと、環境への悪影響が問題となっていました。そこで全日空と中部国際空港は愛知県と協力し、プラスチックフィルムを回収してポリ袋に再生する循環型のシステムを作りました。全日空様の方からですね、ここに出てくる、プラスチック、これをなんとか再利用できないかというご相談がございまして、そして、愛知県とご相談して、愛知サーキュラーエコノミー推進プロジェクト、ここと連携させていただくということになりました。この循環型システムには愛知県が資源の有効活用などを目的に進める愛知サーキュラーエコノミー推進プロジェクトチームのメンバーが参加。県内の企業3社がプラスチックフィルムの回収から再生プラスチックの原料化、ポリ袋の加工までを行います。このプロジェクトを通じまして、様々な立場の皆様が、価値を共有しまして、まさにバリューチェーン全体で資源循環に取り組まれたということは、今後の本県におけるサーキュラーエコノミーの、推進に向けまして一つの大きなモデルになるというふうに考えております。再生したポリ袋は空港内のゴミ袋として今日から一部で利用を始めていて、今後順次切り替えていくということです。エアラインはですね、化石燃料を使って、日々オペレーション事業を営んでおりますので、やはり、持続的な社会の実現に対しては多大な責任を持っていると思います。こういった小さなことも含めてですね、やっていきたいというふうに思っております。